ティーチャークーボー買ってきましたよ、また。百均で。これね、有名な、あの、パキラですね。で、このパキラって、まあ、結構その、木がね、もう、バンってなってるやつが多いんですけど、これね、まだ木になってない、青々の状態なんですよ。なんで、これが木になっていく光景撮れるなと思って、これ買いました。 パキラだけど、まだ木の部分がまだ青で、木にな,な、な、全然なってないと。こっから木にしていく、どうなっていくのかっていう変化ですよね。これをね、ちょっと撮影していこうかなと思います。まあ、4つですね、これで。これ買いましたよ。100円ね。100円。はい、はい、ということで、あ、そうそう。でね、あの、久保さん、エホバの証人さんからね、メール来てました。<laughs> これ、どういう、これ、 つながりですかねやばないですか久保さんからエホバの証人のタイトル入ってて、エホバの証人からメール来てましたからね。これ、つながってんじゃねえかみたいなね <laughs>。裏でこれ、つながってるのかと。<laughs> びっくりしましたね。そう。エホバの証人さんから、その、来てるのが、その、私も孫さんの決算発表を聞いてますみたいな。 そうで知,恵知恵の動画を送っていただいたんですけど、これまた別動画でちょっと撮りますけどね。びっくりしましたね。何なんですかね、これはね。<laughs> はい、まあタイトルどうしようかな。タイトル <laughs> うーん。まあエハエハ、エホバの証人からの手紙とかにしておきましょうか <laughs>。まあこの億万長者合宿のそもそものやり取りのスタートがね、ぶっちゃけこの人のですからね。 エホバの証人さんが僕の動画見てくれて、まあ、そこに対してね、まあ、動画を撮ってたら、久保さんが被せてきたっていうね <laughs>。だからこのやりとりってこの、この人なんですよ。このエホバの証人さんからの、その、やりとりがなかったら多分、このやりとり始まってないですよね <laughs>。そもそも。で、やりとり始まって、じゃあノリでね、もう、じゃあ合宿やりましょうかみたいになりましたけど、そう。 じゃあちょっとエホワの証人さんからシェアしていただいてるのをちょっといただきましょうかあのシェアしておきましょうかどうもお久しぶりです引き続きこのなんかお元気そうで何よりです吉谷さんに伝えたいことがやっと頭でまとまりました今回は知恵についてお話ししたいと思います知恵のある人から話を聞くことは楽しいことですね吉谷さんが先日言ってたお,おられた孫さんの決算発表も,も私も昔からよく見ています孫さん稲森さん長森さん本田さん松下さんなど有名な経営者はその話や実績から 確かに知恵を持っておられることが分かります。そのような人間の知恵をはるかに、はるかに上回る、えー、知恵、それはエホバの知恵です。それは圧倒的な知恵です。なぜそう言えるのでしょうか今日は短い3つのビデオと1つの記事をご紹介させてください。宇宙や地球所、動植物からエホバの知恵を知ることができます。聖書にはこうあります。神の見えない性質は世界の生 創造以来明らかです。作られたものを見れば神が永遠に力を持っていて確かに神であるということがわかります。ですから彼らは言い訳ができません。これほど圧倒的な方の知恵が聖書に収められています。だからこそ聖書は特別な本、学ぶに値する本といえます。人間、愛、人生、正義、お金、家族、将来、死、平和などについて神の圧倒的な知恵、 はなんとくらなんと述べているか引き続きご紹介したいと思います。最後にコロナでストレスに対象する記事もご紹介しておきます。それでは引き続きコロナウイルスに健康に気をつけてください。えー、クリスチャン、愛とともにエホバの証人と。エホバの証人からの手紙です。はい。<laughs> はいまあ、何を信じるのか、何を見るのか、何を聞くのか、自由です。まあ、僕はあのー、正直、あのー、まあ、 あのこの方には本当に申し、まあ、セールスもされましたけどね。直接お会いしたこともあって、エホバに入ってくれませんかみたいな、ちょっとね、勧誘も受けましたけど、僕は、あの、自分の、自分の中に神がいると。だ他者に依存しないので、他者の宗教に依存しない。宗教から学ぶことは学べる。まあ、まだから学ぶことはもう素直に学ぶ。ただし、僕が宗教であると。吉谷拓郎というところに神がいると。 僕はそういう,う考え方なので、どこの組織にも依存したくないし、どこの宗教にも依存したくないと。<laughs> そう。逆に依存させたいですね。うん。でも、エホバのその、昔からのその聖書からね、学ぶことはたくさんあります。だから僕はその、垣根がないので、様々な本も読むし、その、すべてをね、いい,い,いと、いいなと思うものは取り入れるんですよ。 だ少なくても、その本質的な部分はエホバの聖書に書かれてます。なぜならば、それが書かれてなかったら何百年も受け,継げ受け継げられないですよ。いろんな方入ってると思いますけども、そこには読み込めば、これ本質なんじゃないかなと。もしくは答えなんじゃないか、みたいなね、ことが書いてあると思います。だけど、本当の答えは、自分が出すことなので、それはヒントでしかないんですよね。 だけど僕がちょっと嫌いな部分があるとするならば、これが答えだっていうね、エホバが答えだと、神が答えだっていうところに結構決めつけてるところが僕はあんまり好きじゃないですよね、そこだけは。別に崇拝するのはいいんだけども、それが答えだ、それが正しいって言ってるところがあんま好きではないっていうところですね。うん。 だフラットに見ればいいんじゃないかな。学べるところは学んで、結局自分の人生は自分で答えを出して、自分の成功法則、自分がよりよく生きていくための、自分がどう考えるのかっていうのが僕は全てだと思うので。うん。だからいろんなエッセンスを抽出して自分の中で答えを出していく。うん。それが僕の考え方であり、僕の知恵です。うん。僕の知恵っていうのは何かっていうと、圧倒的に他者に依存しない。けど、 学ぶことは学ぶ <laughs>。そう。だからだ、誰にも支配されない。自分自分を経営していくためには、うーん、なんだ。うん、そんな感じですかね。うん。そう。でもありがたいですね、こうやってビデオを送っていただけるのは。これちょっとチェックしてみようかなと思うんですけど。面白いです。だから僕はね、イエス・キリスト、キリストの死の、 祭典もすごいっすね、あそこは。あの空間はね、マジすごいっすよ。なんかね、あの空気が違いましたからね。もう本当に崇拝してる人がやっぱいてるので、なんかね、何な,なんだ、この空気感みたいな。でね、しかもね、クソ優しいんすよね。で、僕、聖書とか持っていかず、も,まあ、もらいましたけど、別に持っていかず行ったので、隣の人がね、スッとね、あの受け入れてくれて。はい すごいな、この空間みたいな <laughs>。なんか、ね、非現実的な世界観でしたね。まあそれはやっぱりその崇拝してる人たちが集まってるので、その分かち合い、共にこの助け合いっていうところがもう教育されてるので、すごいっすね。なんか、あれはね、異空間ですね。だか,だから、僕はあそこに行って思ったことが、あ、なるほどと。 うん、あこの空間は居心地がいいからそりゃあみんな集まるよねと思いましたねうん。だってすごい居心地がいいですもん。うん <laughs> そうでも逆に言うと居心地がいいところでは成長な,しな,い,ないと、うん。辛いところにこそ成長があると僕は思ってるので。あのー、だから僕はその集まりとかも嫌いなんですよね。群れ,群れるっていうのが嫌いです。 だから、ドリームアカデミーはもう4年運営してますけど、あの、飲み会とかね、いや、一切やりたくないですよ。一切です。<laughs> で、ただ、熟成さんからリクエストがあったんで、2年前ぐらいですかね、新年会みたいなのちょっとやりましたけど、絶対やりたくないですね。傷の舐め合いとかなんかね、そういう、そういう,まあ、そういうのが好きだったらね、そういうとこ行けばいいと思うんですけど、僕は嫌いなので、うん、孤独に稼ぐっていうね <laughs>。 孤独こそが最強であると、うん。自分で考えて自分で絞っていくっていう。僕はこれが本当にね、すげえ大事だと思うんですよね。もちろんヒントだったり学ぶことはたくさん必要。他者から学ぶことは必要なんだけれども、最終的なケを決めるのは自分であって。うん。はい、まあそんな感じございますね。 まあ人それぞれ考え方はいろいろあると思うんで別にいいんですけどただ答えはないと思いますうん僕は答えはないと一生答えはないと逆に言うと答え探ししてるのが人生でありそれが面白いのかなと例えばあのワンピースっていうアニメもずっと続いてますけどワンピースがもうね最初の段階で海賊王になっちゃってたらもうつまんないんですよね 名探偵コナンもずっと続いてますけど、ね。まあ、あれもね、あの、謎が解明されて大人になっちゃってね、戻ってね、終わりじゃないですか。ずっと続くのは、あの、なんだ、あの、終わってないからですよね。ワンピースもずっと冒険してるからずっと面白くて。だから結局、冒険が答えっていうね。もはや。どう楽しむ、答えを、 宝を探すことがゴールではなく、冒険をどう楽しむかが答えであると。まあこれはちょっと行き切った答えですけどね。多くの人は答えが欲しくて、まあお宝が欲しいんですけど、いやいやと。もはやそこに向かっている自分自身がどう楽しんでいるのかっていうところが人生の答え的な部分なんじゃないかなと思いますけどね。うん。そう。答え探しこそ人生であると。 何が正解で、何が常識で、何が非常識なんていうのは時代が変われば変わるし、昔は人を殺して正義だったし、でも今人を殺したら逮捕されるし、こう時代が変わるだけでね、それすら変わってしまうと。戦争してた時はアメリカ人を殺したら正義なんですよ。どうでしょうか。何が正しいなんてないですよ。 時代が変わったら変わるし価値観も変わるし常識も変わるし、うん、だ常にやっぱ大事なことはあの考え方を常に変化させてアップデートしていく柔軟に対応する様々なあの知恵だったり知識っていうのを入れながら変化させていく、うんまあ、それが生き抜く上ですごく僕は大事だと思いますけどね、うん、はいエホバからの手紙 いってらっしゃい。